これで終わりだな。はい。相変わらず角鎧は強いな。はい。たくさんの魔物を一気にズバッて。相手はただの魔物だ。これくらい大したことではない。その大釜なんて名前だっけ。大釜グローノスだ。そうそう、そんなでっかいのを振り回せるのは角鎧くらいだぜ。そうですね。でも後ろから狙われてましたし、怪我とかしてませんか。問題はない。俺の体は特別性だもんな。そうだ。とにかくこれで魔物退治の依頼は完了だな。町に戻って報告しようぜ。次はこの荷物を隣の町に届けるんですね。今日は依頼が多いな。でもそんなに遠くないみてえだし、さっさと済ませちまおうぜ。隣町か。あれ、バザルガさん、どこ行くんですか。隣町に行くならそっちじゃねえぞ。依頼は届け物だけだ。お前たちだけでも危険はないだろう。角鎧は行かねえってことか。俺はこの町で待っている。気をつけて行ってこい。行っちまった。その鎧のやつ、時々ああやって単独行動するよな。組織とかのお仕事もあるでしょうから、仕方ないですよ。とにかく、私たちだけでしっかり依頼をこなしましょう。あれ、バザラガさんじゃないですか。いらっしゃいませ。いたか、よろずや。会えてよかった。団長さんたちは一緒じゃないんですね。ということは。ああ、これをいつものように頼む。かしこまりました。しっかりとお届けしますね。でもすぐ近くの方もいらっしゃいますが、自分でお会いになったりは。そのつもりはない。そうですか、わかりました。でも実は気になる話がありまして。はーい、角鎧。あれ、よろずやもいたのか。こんにちは。依頼は終わったのか。それが町に入れなくて。何？どういうことだ。それで外部の人間は町に入れなかったんだ。兵士が町を閉鎖。とうとうそんなことになってしまいましたか。シェロさん、どうかしたんですか。よろずや、何か知っているのか。はい、先ほどバザラガさんにお話ししようとしていたことですが、あの町、少し前から領主に仕える騎士団と市民との間で小競り合いが頻発していまして。町を取り囲んでたのはその騎士団ってことか。おそらくは。どうやら事態はかなり深刻なところまで来ているようですね。そんな、町の人たちも困ってるんじゃないでしょうか。そうですね、流通も滞りますし、いずれ近隣への影響も出てくると思います。そいつは大変そうだぜ。行くのか、団長。
待っている人がいるなら何とかしないと。俺も同行しよう。わーい、バザラガさんが一緒なら心強いです。行くんですか？ああ、放ってはおけまい。それに俺はこの気空団の一員だ。危険が迫った時には守ってやらねばならん。そうですね、ではお気をつけて。そろそろ町が見えてくるはずですね。止まれ、何か聞こえる。なんだか騒がしいな、町の方か。あ、見てください。覚悟しろ。貴様らの思い通りになってたまるか、生意気な。なんだか大騒ぎになってます。よろず屋の言っていた兵士と民衆の衝突というやつか。くそ、数が多いな。だがこっちにはこれがある。なんだあいつら、魔物を呼びやがったぞ。なんてことをするんだ。大変です。このままではむやみに犠牲が増える。行こうぜ、とにかく魔物を止めねえと。何なんだお前らは。おい、人までずらけるぞ。あ、逃げるぞ。放っておけ。今はそれよりもこの場の怪我人を何とかするべきだ。そうですね、大丈夫ですか。ありがとう、君たちのおかげで助かったよ。それはいいけどよ、この町は一体どうなってんだ。ここへ来る途中で見た大通りも人がほとんどいなくて寂しい感じでしたし。うむ、少し前から市民の一部が領主様に反抗して町の治安が著しく悪化しているんだ。奴ら最近では荒っぽい傭兵まで雇っていて、領主様の暗殺を企てているという話もある。暗殺ですか？大変です。さっきも魔物を使ったりしてたし、傭兵たちは随分と過激だな。領主様も対抗策を講じていらっしゃるが、それにもあと少し時間がかかる。対抗策？どんなのですか？おい、それは話す必要ないだろう。ああ、すまない。ともかく、俺たちも必死で町の治安維持に努めているが、キリがない。このままでは、普通に暮らしている一般市民にも犠牲が出かねない。そいつは大変だな。そうだ、君たちは随分腕が立つようだし、よかったら我々に協力してくれないか。私たちは。待て。ん？角鎧、どうかしたのか？少し前に来た時には町に入ることもできなかったと聞いた。閉鎖していたのはお前たちではないのか？なあ、そうだが。何のためだ？町の混乱に乗じてさらにならず者が入り込んできたら大変だからな。それに反乱の首謀者に逃げられるのも防ぎたい。そうか。バザラガさん、どうかしたんですか？そもそも市民の反乱の原因は何なんだ？は？何を言ってるんだ？市民たちはなぜ漁師を殺そうとしている？原因があるんじゃないのか？おい、お前、何が言いたい？おい、角鎧、そんな言い方したら。
もしかしてあいつらの味方なのか。スパイか。ちょっと待ってくれよ。オイラたちは別に。うるさい。そもそもそんな鎧で顔を隠しているのも怪しい。まともじゃない。なるほどな。確かにその通りだ。ダメですよバザラガさん、そんなこと言っちゃ。おとなしくしろ。おいおい、大変だぞ。大変だ。おい、どうした。傭兵たちが攻めてきた。すごい数で。魔物も出ていてまずい状況だ。すぐに来てくれ。くそ、行くぞ。また魔物が出たって言ってましたよね。なんだか大変みてえだ。オイラたちも行かねえと。待て。何だってんだよ角鎧、急がねえと。お前たち行ってどうするつもりだ。誰とだ。何と戦うつもりだ。おい角鎧、さっきから怖いぞ。どうしたってんだよ。相手を叩き潰すことを目的にするな。そのためにかかれる正義は実を失う。バザラガさん、お前はその力を何のために振るうのか。それを見失うなよ。この先へ通すな。一気に攻めろ。こいつはひでえ。なんとかしないと。慌てるな。やるべきことは分かっているか。あ、はい。まずは魔物を何とかしましょう。そうだな。呼び出した傭兵たちでも制御できなくなってきてやがるしな。行こうぜ。右から来るぞ。おお。一体何なんだ。特にあの鎧の大男がやべえぞ。あいつを何とかしねえと。あいつらやっぱり邪魔するつもりか。鎧の怪物め、あいつを仕留めろ。
騎士団の奴らも傭兵たちも両方こっちに向かってくるぞ。もう穏便にとはいかないようだ。気をつけろ団長。強すぎる。あんな怪物相手にどうすりゃいいんだよ。くそ、なんでこんな奴が。いるんでいる場合じゃない。一気に畳みかけるんだ。おお。血をすすり、その魂を刃となせ。どうしたんですか？大丈夫ですよ。泣かないでください。